はい、じゃあかぼちゃのチーズ蒸しを作ってみました。ぼっちゃんかぼちゃ、このミニかぼちゃとも言いますかね、小さいかぼちゃをくり抜いてその中にチーズを入れて蒸しました。でこのぼっちゃんかぼちゃは栗かぼちゃとも言われて、ポコポコして甘くて美味しいかぼちゃにあたることが多いです。でチーズもかぼちゃもそのまま食べても結構味のある美味しいものですので、基本的にそんなに強い味はつけませんでした。マッシュルームをバターで炒めて、そのバターを生かしてチーズの中に入れて蒸します。で最後に塩味と、お肉の旨味でベーコンを炒めたものを、カリカリベーコンを上に乗せて、パセリを香り付けに乗せます。作るのも簡単ですし、味の方もシンプルなんですが、それぞれの持ち味があって美味しく食べられるんじゃないかなと思います。ただ1個食べるのはね、ちょっと人によっては多いかもしれないですね。でも簡単なので、もし良ければどうぞやってみてください。今チーズは結構流行ってるらしいので、もしかしたらこんな食べ方もこれから秋冬はいいんじゃないかなと思います。ではまた。